1970年、地球上の各地には正体不明の謎の円盤が現れた。だがそれはどこから現れ、何の目的でやってくるのか全くわからなかった。そしてここロンドンの郊外でも、謎の円盤に襲われ若い女性が行方不明。このロンドン郊外で起こった恐ろしい事件によって、これまでの円盤に対するさまざまな疑惑に決定的な終止符が打たれた。すなわちこの事件によって謎の円盤は地球侵略を開始していることが明らかになり、この謎の円盤は UFO と名付けられた。イギリス空軍ストレイカー大佐は世界各国の首脳部に緊急事態を通告。やがて地球と人類を守るために地球防衛軍の設立へと発展していった。そして最終的な会議がイギリスで行われることになったのである。大臣、ストレイカー大佐です。はじめまして。重大な事件だね。これは首相はもう別荘でお待ちだ。ここから30分で行ける。君が提案した地球防衛組織の件はすでに話がしてある。イギリス政府の承認はまず固いところだよ。何しろ決定的な証拠がありますので。よかったらどうぞ。大佐、話を進めやすいので。信じられん。決定的証拠写真です。現場に残されたフィルムを一コマ引き伸ばしました。作り物ということはないかな。フィルムはカメラにセットされたままでした。本物です。私が保証しますよ。警戒指令が出た。書類をいただきます。
1980年、すでに人類は地球防衛組織シャドウを結成していた。シャドウの本部はイギリスのとある映画会社の地下深く秘密裏に作られ、沈着冷静なストレイカー最高司令官のもと、日夜謎の円盤 UFO に完全と挑戦していた。シド、コンピューター衛星、このシドが UFO 侵入をキャッチすると、直ちにシャドウ全ステーションに急報。スカイダイバー、それはシャドウの海底部隊、世界で最も進んだ潜水艦である。その前部にはスカイワンと呼ばれるジェット機が装備され、海上を超スピードで進み敵を撃破する。人間の最高頭脳を結集して作られたシャドウのメカニック。ムーンベースは月面基地。ここにはミサイル用撃機インターセプターが非常事態に備えている。 UFO 撃退の準備はできた。ございます。おはよう。おはようございます。おはよう。おはようございます。おはよう。レポートです。ありがとう。連絡は？伝達事項。 Q21 の回答は NO。 Q46 は衛星の連絡は異常なし。 Q97 は00。それとコンピューターは今日から使用可能です。結果は直接私に。いいね。はい。フリーマンさんがお見えになりました。どうぞお入りください。受付の子はもっと優しかったぞ。だから？気をつけないと私を取られるよ。まるで反応なしか。爽やかに窓から入り来るは何の光、そは品がし、ジュリエットは太陽なり。正門チェック。シャドウメンバーフリーマン大佐と確認。おはようございます。おはよう。入って長いの？はい。身体は強健かね？ええ、おかげさまで。ああ、だろうね。時間は取らないか。事件か。でなきゃ君を呼んだりしないよ。これを見てくれ。ウエストブルック電子工業じゃないか。そう、それの残骸だよ。どうしたんだ？私たちは10年間つまずき同士だった。何度も事故に遭ったり、計算違いをしたり、判断を誤ったり、多くのミスを犯してきた。そしてウエストブルック電子工業でまたつまずいたわけだ。 UFO にやられたのか？証拠はないんだがね。ユートロニック計画もこれで終わりか。 UFO を追跡できると思って楽しみにしてたんだ。まあ最後まで聞きたまえ。ユートロニック装置は無事だ。置いてなかったんだよ。テストが終わって運び出した後でやられたんだ。間一髪だ。
我がシャドウはムーンベースや多くの衛星基地を総動員して警戒態勢を敷いてきたが、 UFO の侵入をキャッチしても攻撃することはできなかった。しかしやがて攻撃も可能になる。 UFO がどんなスピードで飛んできてもユートロニック装置で攻撃できる。そのユートロニック装置を君が全責任を持ってロサンゼルスからここシャドウ本部に運んでくれ。 UFO もこのユートロニック装置を狙って攻撃してくるかもしれん。途中絶対に事故のないように。分かった。